松屋は福岡県大牟田市にあった日本の百貨店、通称大牟田松屋、株式会社松屋が運営していた。百貨店建設は地元商人にとって死活問題であるとして、大牟田市内の資本すなわち市内の商工業者を網羅した市民百貨店構想が持ち上がり、津代五福店として開業準備が進められた。津城五福店は仕入れ、販売、 宣伝などで福岡松屋と提携して、称号を松屋に変更し、1937年10月に開業した。1945年の大牟田空襲で、内部は焼けたものの建物は無事で焼け野原にそびえ立つ、姿に感類した起業者もいたとされている。三池炭鉱の活況を背景に、第二次世界大戦後早くから復興して、大牟田を代表する。 商業施設として営業していた。観覧車や回転するロケット型の乗り物があった、屋上遊園地や洋風活動が名物だった6階の食堂、1958年から、羽生の宿などの名曲を1日4回市内に向けて流していたミュージックサイレンなどで大無他の市民に親しまれ、1981年2月期に売上高約102.34億円を上げた。 しかし、三ーケ港の合理化に伴う人口減少や福岡都市圏へのストロー減少によって徐々に売上が減少し、1992年2月期に売上高約91.46億円を上げたものの赤字に陥って以降、赤字が続いた。その後も1997年3月の三井ミーケ港閉山や景気低迷などの影響を受けて売上げの減少が進み、 2001年2月期に売上高約66.38億円に落ち込んだ。また、2001年10月に開業した夢タウン、大無田により、一段と競合が激化したため、2002年1月15日に約78億円の負債を抱えて、福岡地方裁判所に民事再生法の適用を申請して、事実上破綻した。民事再生手続きの際には、 大手企業の支援が望めないとして、100%減資後に、大ム田全市商店連合会長らが中心になって、進めた市民株主運動に賛同した、地元経済人や市民に1株1万円で100株単位の普通株式、または1株単位の優先株式を発行して、約1.1億円、社員有資が4000万円を出資して1.5億円を調達し、 政府系金融機関から1.5億円を借り入れることで新規の資金を調達することとした。また、人件費を中心とした経費削減を図るとともに、14金融機関を含む309社の再建約71.44億円の88から95%免除を受けた上で、約6億円を2004年2月期から9年間で分割返済することとし、 2003年2月期に前年同期比約20%減の売上高約53.6億円に落ち込むものの2年目から前年比で増加に転じて最終年の2012年2月期に売上高約59.1億円まで回復させる計画で2002年9月に再生計画の認可を得て再建をスタートさせた約1300人の市民スポンサーを対象にした 優待セールや生鮮食料品を電話一本で即日配達するサービスなどによる売上増加を目指したものの主要取引先の撤退や納品美化への増加に伴う品薄感で売上がさらに低迷する悪循環に陥り現実には2003年2月期が売上高約43億円2004年2月期が 売上高約35.84億円で、経常赤字約1.55億円と計画を大幅に下回ったのみならず売上の減少が止まらなかった。また、退職者の大半からは、会社の実情に理解を得て退職金の分割払いに応じてもらったものの、納得しなかった退職者が、未払い退職金の一括払いを求めた訴訟で2004年2月27日に、 福岡地方裁判所大無田支部が退職金は優先再建であり民事再生法で制限されないとして未払い分約960万円の支払いを命じる判決を出して強制執行を受けたために資金不足と取引先の信用失墜に白車がかかる結果となったそのため再建計画を断念2004年7月2日に民事再生法に基づき 福岡地方裁判所に再生手続きの廃止の申し立てを行って、廃止決定を受けて同日付の閉鎖を発表し、その歴史に終止符を打った。なお、閉店時には閉店セールも、顧客や社員への告知もなかった。独特の宣伝で、福岡の有力百貨店となっていた福岡松屋との提携により、店名や社名を松屋としたのみならず、福岡松屋創業者、 宮村吉造が当社の会長を務め、破綻時の社長も宮村家の宮村雄二郎が兼務していた。また、2002年1月15日の民事再生法の適用申請時点で、福岡松屋の35.8%を含めて、経営陣で約80%の株式を保有し、福岡松屋が当社の運転資金の支援や、数十億円の債務保証を行うなど、 民事再生法適用以前は松屋グループとしての運営が行われていた。そのため、当社の民事再生法適用申請後の2002年3月27日に、福岡松屋は、主要資産である松屋レディスと隣接する専門店ビルショッパーズ専門店街について、大東建託創業者の田中積社長の資産管理会社対象と売買契約を締結して、 会社を生産することになった。1988年に大牟田市の中心商業地の再付与を図るため、地権者で大正町一丁目区市街地再開発準備組合を結成して、当店を含む一帯を再開発して、総事業費117億円で商業ビル建設を計画。当初は関連会社であった福岡松屋が大栄とコネクションがあった関係で、 大英との複合商業施設の計画が持ち上がったが、バブル崩壊後の平成不況の影響で大英側が出店を断念したため、松屋を中心とした再開発計画へと移行した。1998年にビルを取得、管理する会社として、大牟田市も出資して、タウンマネジメント大牟田を設立し、1999年に正式に、 大正町一丁目地区市街地裁開発組合を設立して同年度と翌年度に国と福岡県と大牟田市から合計約3.2億円の補助金を受けるなど事業化に向けて動いていた。しかし、2000年11月に友が高度化資金24億円の融資を福岡県に断られるなど公的融資を受けられなかった上、 中小企業総合事業団からも公的融資の認定を受けることができなかった。その後、2002年1月15日に当社が民事再生法の適用を申請したため、計画が具体化しないまま、同年9月26日の通常総会で組合の解散を決定した。組合解散決定時までの15年間で約7億円を希少したため、 約3.2億円の補助金を除いた残り約3.7億円の負債が残り約2.17億円を貸し付けていた当社と約1.5億円を貸し付けていた協力企業の鹿島に全額再建放棄を要請した。本館最上階の6階にあって有明海が見渡せたファミリー大食堂の名物は洋風カツ丼であった。当店の開店と ほぼ同時期に回転が早いことからまかないを兼ねて誕生したメニューとされている。楕円形の皿にご飯とスパゲティとカツが乗っていて、鶏のブイヨンをベースに醤油とウスターソースで独特の甘酸っぱい味に仕上げられたあんかけのようなスープがかけられていて、洋風らしく箸ではなくフォークで食べるスタイルとなっていた。現在、この洋風カツ丼の味を復刻した大豚洋風カツ丼。 が、大無駄のご当地グルメとなっている。閉店直後には、地元の商業者らによる買収計画が浮上したものの実現せず、2007年10月22日に、福岡県柳川市の土木建設会社へ売却する手続きが、破産管財人との間で結ばれ、その直後から解体工事が始められた。解体後、今も、なお、さらちと、 それを利用した一時的な駐車場のままである。後地は2018年現在、さら地となっている。マンションの建設計画があるが、工事は進捗しておらず、一時的な駐車場となっている。ありがとうございます。